どうしよっかな。まあ、フィジカル。ちょっと回避でやってみたいムーブあるんだよな。回避の時今日。まあいいか。手札は。すいませんけど、これもらいましたわ。こんな強い？関西弁。うん、見て、掘られると。いや、見えへんて。どうですか？老眼やろ。どんな手札なん？え？ファイブカード。強すぎ。それ、それやばいな。バグだと思うよ。似たやん。落としたほうがいいから、一回落としたほうがいいですゲーム。バグってるから。また敗損か。またやり直す。すげえやん。すげえやん。すげえやん。勝てるんかい。5枚カード持ってるっていいじゃん。いい左ですか、もう寝起け背負く。ありがとう。ありがとうさん。気をつけろ。お願いします。気をつけていきましょう。お願いします。はい。今日も慢性の勝ちです。いやミュートきた、今あったな。きたー、入ってちゃってきた、入ってちゃってきた。これ中今捨てた音しなかった、気のせい。したあの本当に申し訳ないです。めちゃめちゃじゃない、あのウキ食べる投げです、ごめんなさい。これちょっとやめた方がいいな、本当に。そうね。普通にしたのよ、あと。普通にね。これよくない、これ、最初だけはやめよう、本当に。じゃあ、バックを捨てたということで。見るな、上から入れました。下から入れました。石炭精査してる。一応、一斉してる。てか、これ、ワークベンチ警察もしてないんじゃない、誰も。いや、してる、俺してるよ、でも。あ、オッケー。あー、一個足りないかな。そういう楽器ありそうだよな。誰も入れてないけど、でも。じゃあ、ファン君だわ。いや、運転してないんだ。なるほど。ザ・ファン君。ザ・ファン君か。ほな、パン。ほな、ほな、骨10本集めます。付近の全部置きあるんで、あの、じゃあ許してください、本当に。ごめんなさい。これだから僕からも出しますできた。いいね。こうや。これやってるとこ、たぶん。爆弾ダルセット来い。花を感じました。シューの弾あった？あったよ。これちょっともらっていい？ありがとう。どこ？これか。バックインコぐらいかな。もう。はーい。はいはーい。いいね。ドクトーク誰取った？取ってないよー。まだ入ってないよ。誰も取ってないわ、草。二回来でいいだろう。手前2個入れて。あ、おい。あれだって入れてないって。俺はもうここから動かんからな。ナイス運転。すいません、石炭はないんですけど、隣接を作りに来ました。うん、殺しに来たね、また。あー、オッケー、オッケー。殺されるわ。助けて、誰か。戦車に殺される。まあまあ、この気にあればね。この気に私がもしなったら、ルーパンですから。なんと言っても。あ、でも実際にさ、海兵と二人やって襲われたら、まあ死ぬよな。まあ無理だね。もう多分普通に2回撃たれて海漕いで終わりでしょ。逃げた方がいいよ。逃げても何とか離脱できるから。はい、うん。逃げた方がいいで。おい。おい、マジで黒やんけ。おい、ふざけんなよ。レレクロ、レレクロ、レレクロ、レレクロ。逃げて、逃げて、逃げて。大丈夫、大丈夫。2回目、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 2回目
旦自由にさせていいと思います。じゃあ、じゃあパプアレパプアレでやるくれ。あるな。え、幽霊あるじゃないな。いるいるいるよ。まだいるよ。うん。あ、じゃあ、あれ放置でいいと思う。うん、多分できることだもんね。多分火薬を自由に変えてるから。エイム下手くそなんだけど、どう思うこの遅延。おい、あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、うん、はいはい、こっちは来た、持ってるよ。デモっていう、デモにはならんけど。確かに、パパさん戻るのでかいな、これ。うん、戻ってくれるよ。出れない、また今って。おい、出れ、そいつを殺せるか。お、いいのパプさん、死んじゃうよ。なんでちょっと待って、嫌なんだけど。普通に死んじゃうよ。あ、やっぱ撃たないね、パプさん。あ、俺撃たれたわ。パプさんだ、パプさんだ、パプさんだ。え、違う違う違う、あ、そういうことは、レレイさん階段なのこれ。いや、いや、絶対、いや、これババさんだわ、普通に。え、違う違う、絶対違う、待って、レレイさん階段なの。いや、さすがにパプさんだわ、これは。俺、頭おかしいでしょ、今のさすがに。もう撃たないの。マケルカさん、パプさん傀儡ね。どっちこれ。パプさん傀儡、パプさん傀儡。僕、海兵だから撃つよ、マケルカさんのこと普通。でしょ。あ、それはそうなんだね。それはそうだ。まあ、いいか。繋がらないな、これ以上。あ、メネコさん傀儡でしょ。あ、これ、デレさんとパプさんですね。いや、1キル取りたかったらちょっと寝起きでエイムが良くない、マジで。シンプルに。シンプルな、エイムガバ。水中泳いでる人に外すのはさすがにちょっと、寝てます。ですな。罠組んでる、痛そう。寒いよな最近本当。了解です。下の石炭とかも捨てると割と遅延なのかもしれない。うんうん、了解。下の石炭はもう捨ててます。上だけまだかな。上ずつ捨てて、あ、OK、 じゃあワークベンチの中鍵入れとくんで使ってください、これ。はーい。え、パプさんがね、めちゃくちゃ傀儡っぽい風になったんですよ。僕2人きりだったけど襲わなくて他の人ばっか撃ってたんで、パパさんが傀儡の仲間ってなってます、今、向こうの方だと。ちょっと先、村まで行っちゃいます、僕。なんか知らんけど、誰か死んだが、パパさんが落とされたのかな。そう、このムーブさん、船に上がってくる人で、まあ、キル取れたら、それはそれで強いし、まあ、取れなくてもあんな感じでさ、襲われなかった人絶対仲間でしょみたいになるじゃん、やっぱ。え、なんか漁られてない気がしたい。何これ。あれいる？もしかして。
こちらにそれいる？これショートニートルじゃない？ウサちゃんの前のトカゲ。全然わからん。来たんできますね、結構。了解。手前からできます。はーい。浮島と1階建て下は抜いてます、とりあえず。村のはまだ全然です。あ、浮島と高台。最悪、殴ってトーテム自分で壊しちゃった。たまにあるやつだ。これ人肉持って戦いに行こう。エイム良くない、ほんと。エイムがまずいですよ、皆さん。ちょっと今日は。話せないムーブして、裏の物資を全部我々が使い切るぐらいのね、手持ちで。クルー側も石炭抜けが地味に効いてそうな雰囲気。いるよ、ゼレーさんもいるよ。当ててる当ててる。大丈夫。左の曲がり方。お前だけ当たって帰りたいんだけど。
フェネ召喚打てないかな、ここ。いいぞ、夜は。クマちゃん来て、クマちゃん。クマちゃん？今んとこまだ寒いわ。まだどこ？まだ V1 ぐらいやっと。あ、夜の寒さ来た。あ、くなってるわ。くなってるね。みんなもうこれ全員でさ、ハニトロ行って。ダメなの？クマちゃん、それ。マジ？嘘。はい、あるよ、落としますね。東大抜けますね。うん、東大行ってきます。そしたら抜いてってもらっていいですか？了解。じゃあ今全部抜いてる。了解です。ナイス。はーい。うん、これね、遅延がだいぶかかってるから、ニットロとかで攻める方が強い気がする。と、僕は思う。肉は絶対必要になるから持っとくか。2個ぐらい欲しいな。いや、これアメネコさんの石炭抜きムーブマジで強いな。超遅延かかってる。普通にえぐい。
うわ、マスケット開いてるわ、怖。最初にいたの隠しとくか。じゃ、やれたっぽいし。復習3秒か。巻いた後欲しいなぁ、これ20秒か。13秒倒したよ、アメリコさん。まあまあ、そうよな。よく来れたな。マスケット奪いましょう、これ。注射も入ってます。まあ、マスケットいいっすよ。僕、指あるんで。あ、オッケー。じゃあ、小銃捨ててマスケットにしちゃいます。はい、OK です。そうしましょう。寒いな。ねえ、寒いねえ。爆破したせいで寒いんでしょうか。それはそう。っていうか配線に行った組とどうして勝ち合わずにニトロ持ってきたんですか。そりゃもう V ビジョンで見てくるって後ろ回って。マジか、すげえな。罠とか持ってるかな。スクラップとかあったらねこれ使えるんですけど、罠に変えて。了解了解。じゃあ物資捨てまくって船とかとりあえず沈めれたな。ワンちゃん。石炭抜きされてて結構物資集めるより石炭取ろうみたいな感じだったんで。なるほどね。ねえ、いやー、ヒットやられたな。レイさんがうまっき。負け持ってんのに負けたのきついな。いやー、こんなこんな。アメリコさん来てくれたのでかかったっすね。ずるいっすよ。ね、そうね、アメリコさんが気引いてくれたのがやっぱでかい。そうね、アメリコさんに一発撃っちゃったから、対処がちょっと遅れちゃったなぁ。おぉ。2対1はきついっすからね、基本。なんかなさそうな、もう。なんもないっすね、もう船沈めましょうか、このまま。本当にないと思う。早く帰ってきてくれホワイトアウトとか打っちゃってもいいかも。あ、帰らしようかなってあります、そういえば。あ、僕はあれですよ、ドッペル、ドッペルで一発撃たしたんで。あ、了解了解、ナイス、うますぎ。ドッペルホワイトアウト、ウォークです。オッケーオッケー。寒さと寒いはずだ。そうそう、寒さで削ってとりあえず船乗らせないようにしましょう。夜なら結構きついですよ。 船中閉めちゃいますか。うん、鍵閉めちゃっていいと思います。あ、鍵閉めても我々船長室で温まりません。そうですね、あったかさのアドバンテージで活かすのがいいと思います。ちょっと
悲しい。てか沈むスピードこんな速いんですか。あれこれニトロだけ。ニトロでも20箇所です。ニトロって上限なんで。あ、そうなん。低速で沈んでいきますね。あ、いいや。しかもこれ素材も持って帰ってこなきゃいけないし、やばいな。ハイライ召喚って削ります。いやこれは申し訳ないな。多分ね、鍵閉めて粘ってれば多分船沈められると思うんで、あの奴は必死に戦ってたって擁護しといてくださいね。ワキユカさんはね、勇敢だったと伝えておきますよ。笑い事されんだよ。ちょっともうね、水浸しすぎてさ、船の物資あるか見えないんだけども。なんじゃこりゃ。多分ないと思いますけどね、航海室とか牢屋の中も一応見ましたけど、なんか。オッケーオッケーオッケー、なさそうですね、でもね。なるほど。ちょっとでもホワイトアウトって、船来るの遅延します。ああ、いいですね。私、10年ぶりくらいに。これ、海兵が海雷の時って、船守り厚くしないといけないのかな、どうなんだろうな。まあ、一人はきついと思いますよ、さすがに。でもこれもうあと1分ぐらいで沈みそうだな。相手マスケ持ってだからね。体力75以上ならない。選挙されてるよ。分かってると思うけどこれね。選挙されてるよ。体力にしてはごめん。うん、了解了解。あ、じゃあ後ろから入れてください、ちょっと船1回。はい、入ります。ない、なんもない、なんもない、なんもない。俺あげる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 。レレさん、あれ船長室前にいるよ。 OK。俺船乗れてる、乗れてるから乗ってきて。俺も乗ってる。多分ドア閉まってる。いるレースな、銃構えてる。店長室ね、今店長室にいる。あ、こんな感じでレースで、レースで。あ、うん、大丈夫、下で入るんで大丈夫ですよ。直せるか直してもらいたい。で、暖炉つけてください、寒い。暖炉ね、まだつけれない。開いた。これ俺ね、俺。あ、中にいる、中にいる。ドッペルいるから気をつけて。Okay、ドッペル持ちに入れてる。あ、しゃしゃ、あ、ごめん。ボイジャー今サイルスカスター。ふふふふ、やられた。大丈夫よ、時間稼ぐんで。ナイス。やる、船直す。おい、負けた、いる、下。大丈夫、ナイス、ナイス、ナイス。ボイラーね。いや、これはまあ、あー、俺の下だった。ふふふふ、いやー、いやー、負けた。ナイス、ジジイ。これはうまいわ、ナイス。ごめん。いや、ごめんね、マジで。神崎さんめっちゃ刺さったわ。おー、なんか浮いてる、浮いてる。申し訳ないです。おかげさんに任せて。いやいやいや。いや、一人でいけると思ったわ、ごめん。やっぱ二の子さん。ナイス、アメネコさん。ごめん。いや、うまかったっす、マジで。石炭抜き刺さりましたね、これ。ナイス。刺さりましたね。うますぎ。いやー。いいとこ、やっぱダメか。ダメだったな。いや、これはうまいわ、マジで。アメネコさん、いい判断だった。めちゃくちゃ買いだけ見えたわ。申し訳ねえ。パプさんはローラーで落とした感じ、最初のやつは。ローラーってかあれか、まあ普通に。ああ、なるほどね。